講義上手ですね。なんとか <laughs> 花です。これもう似てますか？後継者にしなければならなさそうです。 面白いですね本当に面白いですねそれでまた自分ではいと答えます拍手をお願いしますさて短く。 聖書の御言葉を見て終わりたいいと思います皆さん神様が怒る呪われるという言葉が聖書にはよく出ます神様は呪われて彼らを滅ぼした だから神様はもう怒ってですねみんな殺してしまったこういう表現が聖書にはよく出ますさてそれでは皆さんが神様を考える時少なくとも皆さんここでニュースタートに来られて習われる神様は私が最も焦点を置くところが選択の自由です 神様は選択の自由を与えてくださる方だ。というそこに焦点を、フォーカスを当てて、聖書で神様が呪われ、神様が怒って、人々にもう病気を与えた、罰を与えた、そういう言葉を再びよく解釈しなければなりません皆さん。 神様が私人間に特別に選択の自由を与えてくださったのであるならば神様が怒る必要がありますかありませんかありませんね選択の自由を与えたじゃないですかそれで怒ったら選択の自由をあげないのと同じではないでしょうかそうではないでしょうかそうであるならば 神様のの怒りといううものは何でしょうか神様が選択の自由を与えてなお神様が罰を与えることができますか罰を与えたらいけないじゃないですか。 あなたの思い通りに選択しなさいと言って誤って選択したと言って罰を与えたらそれは約束が違うじゃないですかそうすれば神様が怒りを持って罰を下したという言葉はどういう言葉なのかどういう意味なのかこれを皆さんがよく理解しなければなりませんそうでなければ聖書を開くと神様がとても怖くなります そして私が話したのは全部嘘になってしまいます。ところが、最も大きな原則が選択の自由です。神様が選択の自由を与える方でなければ、最初から取って食べるなというその木は作ってはいけないのです。あなたはこれしか食べれない。他のものはない。 選択はこれしかない、1つしかない。そうすれば、もう何ということも起こらないのに、全部作っていて、これをあなた食べなさい。ところが、これは食べてほしくない。しかし、これもあなたが選択することができる。だから、聖書に現れている神様は、決して、 権威主義的な神様ではありません。わかりますか権威主義ではありません。だから、皆さんにぜひお見せしたいのは、イザヤ書、55章見ますと、8節八節私の思いは、 あなた方の思いと異なり私が怒ったって言った時あなた方が怒ったのとは違うということです私が罰を与えたという時あなた方が罰を与えたのと,と私が罰を与えたのととは違う私は罰を罰の対象を憎みます神様は罰を 下すす相手を愛していますどうして同じであることができますか憎み、罰を与えるのと、愛でもって罰をあげるのは違う言葉です。違うものです。ね、私の思いはあなたの思いと異なり、私の道はあなたの道と異なるからだ。どれくらい違いますか天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いよりも 高いと,とても高いレベルでの話だということです。私が怒ったと言ったときは、あなた方の怒ったものとは違う。わかりますか私が怒った場合は、相手をどうしますか殺したいです。こいつ、もう怒ってですねもう。ところが神様は、 敵を愛しなさる方なので神様が敵に対して怒りを持ったら私たちが殺したいという考えそれとは全く違う心を持って話すのでありますこれが人たちが教会にいている人たちに認識されていませんこういう言葉が聖書にあるにもかかわらず私は神様が 怒りをを持った罰を下すこれを私たちのレベルで同じように解釈をするのです。だから神様が怖くなるしかないのです。ある人がタバコをよく吸って肺がんにかかった。そうし,たしますと、それは自分がタバコをたくさん 吸った結果で肺がんにかかったものです。しかし、聖書は何と言っていますか聖書はあなたが吸うなと言ったタバコをよく吸ったので私があなたを罰して肺が,んにかけ肺がんにかかるようにしたと言います。ところがそのように言うのは事実ではありません。事実通りに言ったらどうですか あなたもスーナというのをよく吸ったのじゃないかだから肺がんにかかったんじゃないかこういうのが事実ですところが私がタバケを吸って私が私の肺にがん細胞を作って私ががんにかかったのを聖書的に神様はどう言いれるかというとあなたがスーナというタバコを吸ったので私は怒ってあなたに 肺がんにかかるようにしたというのが神様です。だとしますと、私たちが考えるにはあ神様は吸うなというタバコを吸って私たちを憎んで殺そうと思って肺がんにかかせる。そのように考えるようになっています。それは私たちのレベルのことです。これは血のレベルです。 しかし、天のレベルはそうではありません。私がタバコを吸って私が肺がんにかかったのを、天のレベルではですね、あなたが吸うなといったタバコを吸った、だから私はあなたに罰を下して肺がんにかかるようにしたという言葉の意味は何でしょうか地の地面のレベル、次元ではなくて天の次元、レベルではどういう意味なのでしょうかそれは何であるかといいますと、神様は、 選択の自由を与えてくださった方だじゃないですか。だから私が肺がんにかかった理由は結局自分のせいにするのです。どうして自分のせいにするのですか私がタバコを吸うそういう選択の自由を与えるが、その自由を与えなかったら肺がんにならなかっただろう。 だから私の選択の自由を与えたからあなたが肺がんにかかったのは私の責任だこういう意味ですだから神様の思いと私の思いはこのように違うのですそれどれほど感謝のことでしょうか皆さん人も人間も人間社会でも愛する者には ただ相手の責任にしません。間違いなく相手が謝っても、例えば他の人は知りませんが自分が本当に愛する息子だ。そしてお父さんが自動車を買ってあげました。そしてお父さんが自動車を買ってあげながら決して加速するな。スピードをオーバーするな。で車の時 運転する時はシートベルトを必ずしなさい特にこの携帯電話を運転しながら使うのはとても危険だそうだ、ぜひ気をつけるように、しかしこの子がです、ね、安全ベルトもしないでスピードオーバーで携帯電話をしたらババーンと事故が起こりました、それでもう足が一本なくなりました。 そしたらお父さんが病院入院しているところで、ね、私の話聞いたか聞いてないか交通の,その警察が言うにはあなたはスピードをオーバーした安全ベルトもしないで運転,し運転しながら解体電話をしただから切れるんじゃないか切断されるんじゃないかあなたの責任だそうしたらそのお父さんは息子を愛しているお父さんではないじゃないですか。 だから人のことと愛する関係でいう時の話の意味が違うのです。神様は私を愛される方なので私たちが人を憎んだりそういう,う,う,いう意味で話しているのは決してないであるという,ないということです。だから そのお父さんも自動車を買ってあげたお父さんも何と言いますかあ私があなたの足を切断させたそのように言うのが聖書が言うそういう言い方です私があなたにどうして自動車を買ってあげたんだろう自分の責任に回すのですわかりますかそう回しながら私が治療費全部私が 責任を取ってやるからあなたはもう安らかにもう落ち着いて回復するようにこういう方が神様だということですだから皆さん韓国の両親は選択の自由は与えませんが責任は取りますそうですね責任は取りますどうしてですか 選択の自由を与えないので責任を取らないといけないじゃないですかしかしそのアメリカの人たちの選択の自由を与えて問題が起きたらそれはあなたの責任だそうするとそのアメリカの両親の愛も韓国の両親の愛も足りませんしかし神様の愛はアメリカの 両親韓国の両親いいところだけを取りました選択の自由も与えながら問題が起きたら全ての責任は最後まで両親の私が取るだから皆さんがどれほど過ちを犯してがんにかかっても神様が責任を持って 命の息を送って遺伝子を回復させて。病気を治してくださることでしょう。嬉しいですね。はい。神様、本当にいいですね。もう。 深い山の中で咲くそうですさっきの,その花の映像を見たそういう話をしていますさてだから皆さん先ほど聖,聖書の御言葉というのは皆さんが愛でもって全てが愛であるということを決して忘れてはいけませんだから神様が 呪った怒りを持ったそういうのは私のそういうものとは全く違います神様の呪いはどういう呪いでしょうか私たちはいつ呪うかと言いますと呪うかと言いますと私は利己的なので呪います相手が私が願っているのをしてくれない時怒ります私が願う通りにしてくれない時私はこのぐらい期待したのに 期待に満ちませんそしたら怒ります。だから私が怒るときは受けようとして怒ります。受けられなくて怒ります。しかし神様はいつ怒りますかあげられないとき怒ります。あげたいのにこの子が受け取らないというのです。それで神様は皆さんの 消えた遺伝子に命の息を吹き込んでその遺伝子をつスイッチオンして皆さんに癒しと回復を与えあげたいのに人はそれは考えも受けることは考えないで何食べたらいいんだろうその時神様は怒りますが私たちのような りり方ではありませんその時の神様の呪いはもう惜しい本当にあげたいけど他のところにいて何もしないことをしようとするのでその強制はできないので神様は神様は選択の自由を与える方だから強制はできないのですだから強制ができないで強制的にあげたくてもそれがならないので何と言いますか神様の 惜しいこともうどうして死のうとするのかちょっと死ぬなそういうだから生かしたいそういう惜しいそういうしかし生かすことのできない惜しい心を神様の呪いと言いますだから死の人間の呪い怒ると 神様の起こり起こることはレベルが違いますだから聖書にどれほど恐ろしい言葉が出ても地この地面地的に考えたら神様はとても怖い神になりますしかし不幸にも皆さんが言っているたくさんの教会ではこの地地面的に考えて神様を恐ろしく教えるのですそれで 献金たくさんしなかったら交通事故を起こしてももう足を壊して次からはお金出させるそういう神として教えるのはこれは話になりませんそれは地の地面の神であってまことの神天の神ではないということです だから皆さ,ん皆さんがどれほど大変な状態にあっても皆さんが大変な状態は神様が皆さんが犯した多くの罪のゆえに神様が知っているその罪が,がゆえに皆さん罰でもって病気にかからせたのではないということを覚えてください皆さんがどれほど過ちを犯して起こった病気であっても神様は 皆さんが神様、私はもう今あなたの懐に戻ります。あなたの命の息を受けたいです。だから心の扉を開いて心に受け入れる時神様はどれほど喜ぶのか分かりません。嬉しいのか分かりません。だから皆さん是非、ぜひこの数多くの花、 私はあの後ろに座ってこの花の写真映像を見ながら本当にもうみんな同じ統一して命のであるものは何,何の形にしてあるものはちょみたいに作ってあるものはこうにも作ってもう皆さんそれほどそれぞれに作って私が見るたびにああ ああ,あ,あもうかわいいでしょうこういうのお声が出るようにそれほどかわいく素晴らしくある時は面白くある時はちょっと愚かな時目でまた何か他の形にも作ったり。 これが全部どうしてそのように作るのでしょうかそこに何か意味があるのではないでしょうかどういう意味ですか皆さんの消えた遺伝子をつけるために色どりどりのいろんな形の花を作ってくださったのですだから最近見ますと科学者たちが研究をしました花がどのようにしてそれぞれ違うんだろうそうしますと花の形花の色その模様全てが 花の遺伝子に全部入っていますこれ塩基配列で神様がデザインして記録しておいたのでそのように出るのです自分たちの意思でそのように出るのではなくてそれは創造主の意思が入っている創造主の計画通りにできた形であったということですだからああいう,なもうとても不思議な花 形形一つ一つ見ながら私たちは感謝することができますそういう時皆さんの遺伝子は全部真理善美しい感謝によって消えた遺伝子も再びつくことができますその花の写真とまたこれから聖書を読む時勉強なさる時どれほど怖そうなところが出ても地地面の地の 石ではなくて天の石で読んで皆さんの遺伝子が全部つくことができるようにと願っています優しい神様。 優しい神様優しい神様とても優しい私の神様 私たちの祈りに答えてくださるとても優しい私私の神様 限りない祝福を私たちにくださるまことに優しい私の神様 私を作られ私の細胞一つ一つにあなたの意思を刻んでくださった延期配列によって記録したその遺伝子を書いてくださり命の息を吹き込んでそれをスイッチオンしながらオフしながら私がこの世に幸せに健康に生きるようにしてくださってその恵みに感謝しますそれにまた 美しい木を作られ、そして美しい花を咲かせ、そして山の谷、谷に主がその本当にあなたがデザインなさった、その小さな野の花も咲かせて、私の遺伝子をスイッチオンして幸せにし、健康にさせようとするあなたの愛を見ると本当に感謝が出ます。 これからあなたの愛を見ることのできる新しい目を持つことができるようにしてください新しい心を持つことができるようにしてくださり私のと閉じていた扉を開いてくださってあなたの深い愛の息が私の細胞一つ一つに深く入って私たちの消えていた遺伝子をつけてくださり壊れてしまった遺伝子を開発して 復してください私を癒してください。イエス・キリストの皆を通して心からお祈りします。アーメン隣の人たち、たたいてください。励ましてください。